皆さん、こんにちは。元女流棋士の林葉直子さんの現在の姿が話題になっています。余命1年と宣告されてからすでに数年が経ちましたが、その後どのように生活しているのでしょうか。林葉直子さんはテレビ東京で放送されているじっくり聞いたろうに出演していましたが、そのあまりの変貌ぶりに驚いた人はたくさんいたことと思います。昔は将棋界のアイドルと呼ばれていた時もあり、ヘアヌード写真集も出版している林葉直子さんが見る影もないほど劣化しています。一体なぜこのようなことになってしまったのでしょうか。林葉直子さんは1968年1月24日生まれ、福岡県福岡市の出身です。5歳の時に父親から将棋を教わり、女流アマ名人戦に小学6年生で優勝するなど、福岡の天才少女と騒がれました。1979年11月、奨励会に6級で入会し、高島晃子さんに次いで2人目の女性奨励会員となりました。同時に小学校在学中に上京して、米長邦夫さん宅に住み込みの内弟子として師事するようになります。同じ内弟子には弟弟子の仙崎学さんらがいました。奨励会には1984年まで在籍し、一時は4級にまで上がるが、最終的には6級で退会しました。1980年4月、女流棋戦主催者の強い要望を受けて、米長邦夫門下で女流2級でプロ入りを果たしました。すると、早くも頭角を現し、翌年の第4期女流王将戦リーグで勝ち抜き、1982年4月にタイトルに挑戦しました。同月27日に史上最年少の14歳3ヶ月で初タイトルである女流王将を高島晃子さんから奪取しました。その後続けてデビューしてきた同世代の女流棋士とともに、1980年代半ばから1990年代半ばにかけて女流三強時代を築き、3人の中のいずれかが女流タイトル戦に登場していました。1982年から1991年まで女流王将を10連覇の功績が認められ、1991年に女流棋士として初めてのクイーン称号クイーン王将を贈られています。実力があるだけでなく、その可愛らしいルックスの良さも相まって、テレビのドラマや CM などにも出演し、将棋の女流棋士の存在を世間に広めることに大きく貢献しました。林葉直子さんは特に若い頃の顔がハーフに見えるので、ハーフ説があったようです。画像を見ると確かにハーフに見えます。しかし結論から言うと、林葉直子さんはハーフではありません。林葉直子さんがハーフという情報はどこにもありませんでした。本人もハーフと言われるのが嫌だったとあるので、全くのデタラメなのでしょう。しかし年を追うごとに、不倫暴露、ヘアヌード写真集、コンフェッション告白の出版、続いて包茎手術後のちぶさを露出するなど、尖った話題が増えていきました。しかし色か漂う美人であることには変わりありませんでした。だからこそ55歳になった現在の林葉直子さんの変貌ぶりには誰もが目を疑ったはずです。そこにはかつての色艶など一切なく、体重 38kg で頬がこけ、歯並びもガタガタだったのです。一時世間を賑わせた様子ではない姿が林葉直子さん本人だというなら、死期が近いと聞いても思わず納得させられてしまいそうです。当時のギャラについて次のように語っています。プロ棋士時代のギャラは男性棋士と違い、保険は入れず対局料は2万円、それが月に2回くらいしかなかったらしく、優勝賞金も30万円でした。男性だったら当時4000から5000万円だったそうです。そんな林葉直子さんは一般人と将棋を指すイベントで1回5万円と対局以外で収入を得ていたそうです。さらに CM 出演では出演料が1本500万円で、これがタイトル料ならよかったと振り返っています。このあまりに安い対局料に嫌気がさした林葉直子さんは27歳の時に棋士を引退しました。そして30歳の時に中原誠永世十段との不倫が発覚します。一度は海外に逃げたものの、再び日本に戻ってきたら今度は写真集の話を持ちかけられたそうです。将棋雑誌の記者だった知人から
300万円ないと廃刊になると相談を受け、私が300万円を返してあげなきゃと思い、800万円の写真集のオファーを受け、300万円を無償で渡したと話していました。1冊目の写真集は大ヒットしたのですが、続く2冊目の写真集は毛だらけの写真集と酷評され、恥ずかしさのあまり日本に帰れずにアメリカで1年過ごしたそうです。さらにその後も海外のいろいろな国に行ったことで、写真集のギャラは全てなくなったと話していました。帰国後、3冊目の撮影をすることとなり、変わっていた方がいいかなと高須クリニックで豊胸手術を行うことになります。 B カップから F カップにした手術費用はなんと200万円もかかったそうです。そんな林葉直子さんが借金1億円を抱える羽目になります。棋士時代から父親に貯金通帳と印鑑を預けていましたが、その父が勝手にマンションや車を購入したり、女遊びで散財したりしていたのです。さらに父から3000万円の家が欲しいと言われて、林葉直子さんの名義で購入しましたが、なんと父が買っていたのは1億円以上の家で、父の死後残りのローンを林葉直子さんが背負うことになってしまうのです。林葉直子さんはさすがにこの借金は払えずに、2006年に自己破産を申告したそうです。自己破産を申告して借金もなくなったことで平穏な生活を送れると思っていた林葉直子さん、ところが2014年に肝硬変が発覚します。医師から最も重症なチャイルド C と診断され、余命1年と宣告されてしまいます。原因はアルコールの飲み過ぎだったそうです。林葉直子さんは当時の飲酒量について、若い頃から飲んでいて、一番元気な頃はヘネシー2本くらい、ワインだと2本くらい、ビールは酒だと思っていなかった、ピッチャー2つ飲んでいたなど、ある意味豪快なエピソードを披露しています。常人の人からしたら凄まじい飲み方をしていたそうです。現在は余命宣告されてから9年ほど経ちますが、お酒はやめて塩分も控えるようにしているそうで、その甲斐もあり現在は症状もチャイルド C から A までに回復しているということです。重度の肝硬変で余命宣告までされていたのですが、闘病生活の末まるで別人のように変わった姿に驚愕です。現在の林葉直子さんは痩せ細って骨がむき出しの状態です。こんなに変わる病気は改めて恐ろしいと感じます。なんとなく苦労した感じが顔に現れています。重度の肝硬変で余命1年と宣告された林葉直子さんですが、病気というだけでも大変なのに、お父さんが借金を残して他界し、その借金がまさかの自分名義であったことが発覚するという何重にも重なった苦労がのしかかってしまったことも原因の一つでしょう。自己破産して実家を差し押さえられました。お金がないので毎日コンビニ弁当で、おまけに当時付き合っていた外国人の彼氏が酒乱と DV でとんでもない方だったそうです。そのうさを晴らすためにまたお酒の量が増えたといいます。ひどい食生活とお酒のせいで瞬く間に肝炎になってしまい、でもなんとかやっていたそうですが、本当に具合が悪くなって入院することになりました。そこで告知されたのが、治る見込みのない重度の肝硬変で余命1年という宣告だったのです。いかがだったでしょうか。元女流棋士林葉直子さんの現在について調べてみました。久しぶりに見る林葉直子さんのあまりの劣化に最初はとても驚きましたが、現在は体も回復に向かっているとのことです。ブログの読者から肝臓移植を受けてくださいと書き込みがあったのですが、それに対して移植は考えられないですね。私は十分にこの体で人生を楽しんできたので、最後もこれと一緒でいいと思っていますと述べています。そして肝臓だけでなく血管や他の臓器もアルコールで傷んでいるんで、移植自体無理なのだそうです。でも私は棋士の時から粘り勝ちしてきたタイプ、最後まで投了なんてしませんよと語る姿は活躍していた頃を彷彿とさせています。将棋界との確執から不倫、ヘアヌード写真、借金、自己破産、余命1年と聞いている方も気が病んでくるくらい波乱万丈な人生を歩んできた林葉直子さん。
生活改善には成功しているようなので、体調に留意しながら生活していってほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。